かい結構でかい。はい、今日はね3月の14日7時11分ですね。で今日もね京都の二川にやってきました。でこの川はねちょうど1週間前ですかね、3月の7日にねアマゴの解禁日を迎えた川で、イワナのね解禁日はあさってかな、16日がイワナのね解禁日になってます。で今日もねちょっと場所をねどこで釣ろうか迷ってたんですけど、やっぱりねもう7時もう回るといいポイントはねお客さん入られてたんで、ちょっとね迷ったんですけど、ちょうど1週間前にね天からで釣り上がったタニですね、まあ、タニを今日はね餌釣りで行こうかなと思ってます。ちょうどね2週間ぐらいに前に使ったねミミズがまだ余ってたんで、で見たら生きてたんでね、ちょっとそのミミズを餌に釣り上がろうかなと思ってます。で昨日とねその前かな、で約2日間ぐらいね結構雨が降ったみたいで、でやっぱり増水はしてるんで、ちょうどねまあそういう意味でもミミズがいいなと思って、まあ、餌釣りをね、まあ、今日は選択しました。でただねちょっと水量によってはやっぱりね僕天からも好きなんで、ちょっとね天からも今リュックを背負ってるんですけど、その中にねパック天からって言ってね、まあ、短いねリュックに入る天から竿も持ってるんで、一応ねスタートはミミズのね餌で釣り上がるんですけど、ひょっとしたらねどこかで天からに浮気するかもしれません。まあ、今日もね釣れたらいいですね。頑張ります。 5.3 メーターの竿にね、まあ、1広ぐらいの長さの仕掛けにしました。なんで 1.5 メーターぐらいですね。このぐらいの方がねやっぱり扱いやすいんで、これでいきます。2週間前のミミズですけど、まだほったらかしにしてて生きてましたね。ミミズ投資を忘れたんで、もう適当にかけます。釣れた、釣れましたね。やっぱり綺麗なタニアマゴですね。もう入れるとすぐコン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 ってきてね、まあ、結構ねもう餌の場合は、まあ、天からでもそうですけどね、置いたらすぐ反応あると思います。今日はねもう半日でね帰ろうと思ってます。あ、釣れた釣れた、あ、釣れた釣れた。これはひょっとするとこのタニ初めてのね、ここに来て初めてのイワナ釣りました、ね、やっぱいいですよね、アマゴもイワナもね、まあ、両方いる谷ってね、まあ、初めてねこの谷でイワナを釣りましたね。おっ、また釣れた。めちゃめちゃ簡単に釣れますね。アマゴですね、15センチぐらいですね。で結構谷とかねこうやって山登るときは昼がね、まあ、結構いたりするんで、まあ、気をつけて、たまにね足元とかを見た方がいいと思います。結構ね昼が登ってたりすること結構あるん でただまあ今はまだ時期がね早いんで、まだ昼はねあんまりね動いてはいないと思います。なんでちょっとね谷とかね、まあ、釣りをされる方とか結構ねこの早めの時期がね、まあ、昼も少なくておすすめかもしれないですね、まあ、今もね魚がね見えてたんですけど、いつも通り僕の気配がバレバレなんでしょうね。魚の勝ちですね。来たね、釣れた。まあまあの方ですね、結構いい方ですね。綺麗なタニアマゴです。やっぱ餌だとねすぐ反応してくれますね。で水中にね当然沈めてるんで食べやすいんでしょうね。なんで今の時期をね天からで釣るにしても、やっぱりね水面より沈めてね釣った方が絶対いいですね。前もそうだったんですけどね、やっぱりアマゴが多いですね。多分もっと上流に行くとイワナになるんでしょうね、まあ、特に本流だとね、まあ、他の釣り人とか結構おられるんで、そのね糸の太さは結構ね、まあ、重要ですね。
結構釣果に差が出てきます。なんですけど、こういうね、まあ、谷とかね、まあ、沢とか、まあ、そういうところでね、仮に釣られるんであれば、もうほぼね、もうそこは気にしなくていいですね。なんで極端な話ね、1号のね糸を使ってても全然釣れますしね。なんで、まあどこにね、どこの場所で、まあ、餌釣りにしてもね、まあ、本流で釣るのか谷で釣るのかとかね、まあ、そういったことによって結構ね、仕掛けを変えたらね、まあいいかもしれないですよね。まあ、釣りやすいですよね。なんでこういうところでは太い糸でも全然釣れるんで、なんですけど、本流で1号とかのね、ハリスを使ってると、多分釣果がね、かなり変わってくるはずですね。まあ、釣れないこともないと思うんですけど、うまいね、まあ、方、釣られる方と結構ね、まあ、釣果は変わってくるのかなとは思いますね。でこうやってね、いいポイントなんですけど出ないんで、っていうのはもう多分ね、魚はいると思うんで、もう僕の気配がバレバレなんですね。なんで、まあ気配はね、一番重要なんで、皆さんもね、気をつけてください。いかにね、気配を悟られずに仕掛けを落とすかね、糸の太さより、それがね、一番大事かもしれないですね。まあ、餌釣りのね、まあ、本当の強みっていうのは、底付近のね、まあ、魚に、まあ、ダイレクトにね、まあ、仕掛けを落とせるっていうことなんで、基本的にね、仕掛けが浮いてるとね、もうあんまり釣れないですよね。いいポイントですね。本当にこういういいポイントがずっとあるんでね、すごい谷ですね。来た。ちっちゃいやつが加えてるかもしれないですよね。あんだけ引っ張って釣れないっていうことは、餌残ってるんでね、絶対ちっちゃいやろっていうね。でも楽しいですね。来た。お、まあ、うまい。お、いいサイズ。これ16ぐらいかな。今釣ったポイントですけどね。お、来た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 。来てる来てる。おっしゃ。お前ちっちゃいやろってね。お、今度は餌取りやがった。鳥の声がいいですね。森の朝って感じですね。今も8時45分ですね。お、あ、今見えたね、そいつ食いよったね。いますね。もう一回食べるかもしれない。あ、食べた。あ、食い逃げやん。お、釣れた。これも15センチぐらいの綺麗なね、タニアマゴですね。魚いる。いったか。おっしゃ、でかい。結構でかい。20センチぐらい。やっぱり餌釣りだと釣れますね。多分ね、1週間前このぐらい、この辺にね、雪がね、結構残ってたんですけども、やっぱりないですね。まあ、それだけね、気温が一気にね、上がってきたのかなと思いますね。絶対いるポイントですよね。これ来た。でかい。でかい。でかいけど、言い方だけど、イワナくんです。リリースですね。ええ、バイバイ。いいですね、イワナ、あのぐらいのデカさ。お、デカいの来た。あ、食った。あ、釣れた。あっしゃ、めちゃめちゃ斑点綺麗ですね。ちっちゃいけど、このタニアマゴ斑点がすごいオレンジ。
でかい。アマゴですね、全部。あ、また釣れた。ちっちゃい。これもかわいい。やはり、餌は結構釣れますね。なんぼでも釣れそうな。おでかい。まあまあか。オレンジがね、めちゃめちゃ綺麗ですよね。小さいけどね、いいポイントなんですよね。落ちた。綺麗なイワナですね。ほとんどアマゴなんでね、イワナが嬉しいですね。リリースですけど。よいしょと。まあまあ、まあまあのサイズ。ちょっとね、餌釣りでここまで釣り上がってきたんですけど、ちょうどね、仕掛けが1個ぐちゃぐちゃになったんで、で、餌釣りだとね、まあ感触的には多分なんぼでも釣れるっていうかね、まだまだ釣れると思います。あんまりね、そこまで釣ってもしょうがないんで、ちょうどね、今12時5分なんで、お昼だけね、食べて、もうこのまま帰ろうかなと思います。今日のお昼は何でしょう？今日のお昼はね、塩パンです。でちょっとこけたんかな、潰れてますね。なんですけど、ちょっとね、今日はパンとコーヒーをね、まあ、こだわろうかなと思ってます。でコーヒーをね、ちょっとこれでね、まあ、目から引いて、これ去年買ったんですけどね、で2回ぐらい使ったんですけど、ちょうどねこれ1台でね、ここからお湯を入れて、でここでね豆を引いて、でここフィルターになってるんですよね。でここで飲むと、これ非常にね、こういうところではおすすめかなと思います。これバーナーですね。この中にすっぽり入ります。こういうやつですね。でガスでねお湯を沸かします。でね、お湯を沸かしてる間にこれ満タン入れると結構ね量多いんですよ。なんでこの豆をね、だいたい 20g 20ちょい張りますね。量が多いコーヒーなんでたっぷり飲みたいんで、ね、これをそのままガリガリで、ここのね締め具合によってこう豆のね粉の粗さが変えられるんですよね。なんかもうすでにいい香りがするんですけど、なんでこういうところでね、まあ、どこでも山でも海でもね、どこでもできるんで、ちょっと僕コーヒー好きなんでね、たっぷり飲みたい派なんでいっぱい豆をひいて、かなりいい香りがしてきましたね。終わりましたね。ちょっと粗挽きにしてます。でこれにね、そこお湯がね沸いたら、これに入れてね、そーっと出していく。なんで本当にね、こういう山でね飲むコーヒーって本当に美味しいですよね。まあ、ラーメンもねこういうところで食べたら非常に美味しいんですけど、こういうねコーヒーをねこんな山でゆっくり飲むって幸せですよね。結構沸いてきましたね。もう多分沸いてると思います。ここでこぼしたら最悪ですけどね。蓋をして、ここにね口があるんで、ここから少しね15秒ぐらい蒸らします。めっちゃいい香りですね外ですけど結構香りしますよね。これ満タン入れるとね結構な量になるん で、 でこのフィルターもね何回も使えますしね、洗って。こんな感じです。結構入るんで、蓋もできると。めっちゃいい香りですけど、もう味は飲まなくても分かりますけど、飲んでみます。まあ、山でねなんか食べたら何でも美味しいんですけど、こういう引き立てのコーヒーはね、もう本当に最高ですよね。そういう美味しいコーヒーがあれば、塩パン大好きなんですけどね美味しいコーヒーがあれば、こういうねパンがもっと美味しくなりますよね。あんまりね手間をかけずにね、本当にコーヒーだけね飲んでもいいし、いいですよね。
こういう谷とかね、まあ、ほとんど人と会わないんで、こういうところもね大好きなんですけど、ちょっとね本当に怪我だけはね怖いですよね、気をつけないと。でもね結構僕も谷好きでね、一人でよく行くんですけど、3月14日12時45分ぐらいですね。でさっきねちょっとコーヒーと塩パンをね食べました。でやっぱりこういうところでね食べると非常に美味しいですよね。まあ、特にねコーヒーなんか引き立てで香りがすごくね、まあ、よかって、まあ、ぜひねおすすめですね。で今日の釣果なんですけど、大体ね20匹ぐらいかな、まあ、釣れました。でちょっとね大きめの分だけね撮影用にね今ちょっとここでキープしてたんですけど、まあ、谷のねアマゴなんでやっぱりね放流がほとんどされてないはずなんで、この後ね放流して帰ろうかなと思ってます。ここは全部ねアマゴなんですけど、あとイワナがね、まあ、3匹ぐらいかな、まあ、釣れたんですけど、クタ漁協さんはイワナのね解禁日が16日なんですよね、3月の。なんでちょうど明後日ですね。なんで今仮にね、まあ、イワナが釣れても当然ね、まあ、放流しないといけないということなんで、まあ、放流をしてます。今日の感触的にはね、餌だとまだまだ何もでも釣れるっていうね、まあ、感じだったんですけど、ただやっぱり点からね、まあ、10分15分しかしてないんですけど、やっぱりまだまだね、まあ、餌の方がね、まあ、釣れますね。このクタ漁協さんだけでもね、谷ってねかなりいろいろあるんでね、まあ、そういうところも行ってみたいなと思いますし、あとねもう一箇所ね年券買ってる漁協さんもあるんですけど、その漁協さんでもね結構谷とかねあるし、皆さんのね地域でも結構ね、まあ、谷ってあると思うんですよね。なんで遊漁券だけね、まあ、おそらく必要なところがほとんどなんで、まあ、そこだけね気をつけて、皆さんもね、まあ、谷釣果ぜひね、まあ、釣れるし面白いんで、ただね危険なんでね、そこだけは気をつけて、ぜひね楽しんでいただけたらなと思います。今日のね動画が少しでもねいいなと思っていただけた方は、ぜひね高評価ボタンを押していただけたら嬉しいです。あとねもしよろしければぜひねチャンネル登録していただいて、僕のね釣り友になっていただけたら嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。これからもご視聴よろしくお願いします。